はい、ローム SDS です。よろしくお願いします。まあ、ロームっていうブランドも、今年で8年目になるんですけども、まあ、あのラインナップといろいろ充実しつつ、まあ、業界をリードしている位置づけにはもう本国ではなっているような形になっています。でロームで注目してほしい、モデルとしては今年、リバースキャンバー、まあ、いわゆるロッカーボードっていうのが、正式にリリースされまして、一応4型パウダー、フリージブと一応3形状の、ロッカーを用意しています。モデル的には4モデル、パウダーのノッチっていうモデルと、ちょっと固めのロッカーのフリーで遊べるプッシャーっていうモデル、それと、それより若干柔らかいポスターマニアっていうモデル、そしてジブで使えるアーティファクト1985っていう、この4モデルで展開しています。で、あと、まあ、レギュラーラインとしまして、従来からあるエージェント、グラフトっていうのが人気モデルになっています。ロームの定番としまして、まあ、一番人気なのがこのエージェント、まあ、究極のオールラウンドモデルと言っていいようなモデルになっています。で、去年からの変更点としましては、今年ちょっとオーリーの反発をアップさせるために V ストリンガーリバース V っていう形で、こう山の字の方に、カーボンで、ストリンガーを入れています。そのことによって足元からの伝達による、テールノーズの反発を、去年よりも、数倍アップしているっていう形になっています。だから本当に、去年よりもハードに高くオールラウンドに滑れるモデルに仕上がっています。まあ、これがエージェントになっていますんで、まあ、ロームのライダー誰しもが、1本でどれを使うっていった時に選ぶエージェント、ユーザーさんに乗ってもらっても、どんな方に乗っていただいても絶対満足していただけるモデルになっています。で、あとこのモデルがポスターマニアという、ロッカーになっています。これに関しては、センターからインサートまで 3mm、 そこから2段階で、もうさらに 7mm 上がっているようなモデルになっています。で、これも、やっぱりロッカーボードっていうのはやっぱり直線安定性とかフリーの安定性が、ちょっと頼りない部分があるっていうイメージがあるんですが、これに関しては、ストリンガーを V の字に入れることによって足元の力をしっかりコンタクトポジションを最終エッジにかかるような作りになっていますので、フリーランをしっかり滑っていけるフリーに使えるロッカーボード、そしてテールノーズに乗った時にはしっかりとロッカーの良さ、フラッターに乗った時の回転性で、パウダーでの浮きっていうのをしっかり考慮された板になってますので、このロッカーを乗っていただけると今までのロッカーの常識を覆すような乗り味に仕上がっています。ぜひ乗っていただきたいモデルになっています。で、こちらの方が、ジブ用の、ロッカーボードになっています。このモデルに関してはインサート感がフラットゼロキャンバー、そこから5ミリ上がったような形状になっています。で、これはもう本当スケートデッキのように回転性、フラットでの回転性、ぐる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 回るような、いわゆるロッカーの、なんていうんですかね、ルーズ感をしっかり出したモデルになっています。そして一応ジブボード、ジブ用に作られていますので、テールノーズの、プレスのしやすさ、安定感を出すために、こちらはカーボンではなしにグラスファイバーでストリンガーを入れさせていただいています。それが三角形状に山のように入れています。で、そう入れることによって、まあ、三点統一みたいな形で視点がしっかりテールノーズに集まることによって、プレスした時、マニュアルした時の安定感は抜群ですね。まあ、マニュアルのままそのままずっと乗っていけるような安定感に仕上がっているモデルになります。で、こちらは、レギュラーラインのアーティファクトと同様のようにエッジをブロンズエッジを使っていますので、しっかり、人工物に当て込んだ時の、引っかかり感をなくした、本当にルーズないい板に仕上がっていますので、ぜひよかったらこのアーティファクト1985っていうロッカーも試していただきたいモデルになっています。まあ、以上がロームの、おすすめする3本という形になります。ローム SDS っていうのはもう本当に、ローム SDS スノーボードデザイン真珠ゲートっていうような、形で作っているブランドなので、本当にユーザーさんが滑っていて楽しい、フィーリングがいい、
もう本当にスノーボーダーが乗ってて楽しいっていう板作りにこだわったブランドになっていますので、絶対ロームの機種を乗っていただけるとスノーボードライフが楽しく過ごせるように作られていますので、ぜひロームの楽しさを皆さん知ってください。お願いします。